Thank you.
ちゃった、俺構成ちょっと改めまして、5年前に第1回のスタンドバイクの撮り以来、ずっとやめてました。バンド名言うの嫌になったシューケンバンドです。お世話です。何の意味か、まあ、今年ちょっとやろうかということをなったんですけど、ちょっと病弱なんでね、入院してましたね。ちょっと体力に不安が残るんですけど、なんとかやりきりたいと思いますんで、よろしくお願いします。皆さん飲んでますか？さっきのバンドとは打って変わってちょっとドロドロしすぎてなんで、早く酔っ払うとか感じです。よろしくお願い。Change your way. I am a single who just made love.
甘い、やっぱ甘い考えると、うるさいって言うね。簡単にメンバー紹介します。ホントラブス、このバンドのバンマス、どうも裸足です。モーメンの秘密兵器、須藤誠二。今日3バンド、掛け持ちで、あともう1バンド、スタミナドリンク飲みながら頑張ります。横丁、横丁ギター、まさかこうやってステージ出すのは、おととしまでかな、考えられなかった、感じですけども、横ギター、関連の、まさか見た、ちょっとさっきまで藤田の師匠と飲んでてちょっと心配だったけど、まあなんとか大丈夫です。西岡アルタンチ、桃山。ボーカルは、皆さん同じく、左手と塩谷です。塩谷タバコ忘れてませんあれ、嘘やもんだろうな、指に匂わしますから このバンドは30年前、大学卒業してから社会になって、集まってなんと、20年近くなんかやってたんですけど、ちょっと、人生入れてたんですけど僕ちょっと失踪してまして有効になってまして活動してしまって、5年前に突然僕また現れてやって機嫌をやってて、ただまあね、いわゆるまあ人間関係はいろいろあるんでね、ちょっといろいろありまして、ちょっとまたやめまして、で4年経ったという、こういう感じの、まあ、人生のような感じなんですけど、でまあ皆さんもういい大人なんで、いろんなことがそれぞれ大変なことがあると思うんですけど、次の歌は20年前に歌い始めて、まあ多分、この曲にはそれぞれみんないろんな思い出があって、これも個人的に思い出があるけど、特に何やろな、去年までいてた人間が当たり前に言ってたのに突然いなくなるとかいうこともあって、ちょっとね、これからそういうこともちょっと覚悟していかなあかん年頃になってるのかなと思ったんで、ちょっとね、病気しかね、体質変わったみたいなねさっきも主婦さん声変わりましたよ、綺麗な声になりましたよ、ね、綺麗全然あかんわ、まあ、そういう思いを込めながら、ちょっと歌ってみたいと思います。浅川真紀さんの名曲エスノートスポットライト、
もさ、またおいらいつか感じるだろうか。あんたは何を知ってるだろうか。 It's not just one right now. It's not together right. It's not the same lightジェームズ・ブラウンでございます。
Thank you.